前回までの玉筋。はい。はい。はい。任せてちょうだい。いつ戻るの？わからない。留守の間ここを頼むよ。私の両親が詰まった場所だ。うわ、絶対こいつや。デーモン。さてと。デーモンがフィスクの縄張りに乗り込んだみたいだ。任せていいか？もちろん。よし。オッケー。大丈夫かあいつ、こいつ。オッケー。かっこいい。嘘、バレた？あいあい静かになったな。これがステルスミッションだ。目的は果たしたんだ。殺す必要ないだろう。ああ、今からここは俺たちの縄張りだ。気が早いな。すぐじゃない。マサチボン。やばい。キャプテンアメリカがいる。死ね。死ねキャプテンアメリカ。痛え、クソ。さすがキャプテン。危ない。はい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 。やあウィリー。貴様、そのつなぎイケてる。痩せた？貴様引っ込んでいろ。待って、デーモンは誰の手下？部下を救えば教えてやってもいいぞ。悪者から悪者救えだって、予想外の展開だな。何それ、マジで男梅救うの？おー、来た。強い強い。盾関係ねえ。盾が関係ない、この強さ。さようなら。はいはい。あい、はい、じゃあな。あどうな、そんなことある？どういう捕まり方それ。ハロー、落ち着いて。はい、さようなら。お前は敵じゃないんかい。え、嘘、男め復活。え、違う違う、誰お前。やべえやつ来た。うぃー、いないいない、バー。はい、フィスク、手下は救った。そっちの番、デーモンのボスは誰？やつもそこにいるかもな。屋上に行き。相変わらずもったいぶっちゃって。あ、感動の再会。持ってった。おい、嘘だろ。おいおい、ちょっと待った。
危ない。ほら急げ。ダメ、危ねえ、危な。夢じゃないよね。本当に夢であってほしい。鉄の塊ぶら下げたヘリが飛んでるって聞いたんだけど。デーモンとはちょっとその訳ありですが、大丈夫だよ、任せて。うまくいきますように。ヘリが街を破壊してるんだけど。分かってる。今すぐヘリを落として。分かってる。あなた確かスーパーヒーローなんじゃなかった？分かってるってば。任せといて。めっちゃ煽られるやん俺。よし、チャンスだ。よし。危な。ここでオフィス誰もいないやん。危ね。危ね。危ね。どうも近くまで乗せてくれない？そこのヘリコプター。今すぐに止まりなさい。マネ、危ねえ。おい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 、あい、危ねえ。危ねえ。危ない。2つ目のエンジン止めないと。危ない。うわ、やばい。危ない。あ、危ねえ。リスクに取って代わる。それが望むの。よし。まずい、早く何とかしないと。はい。ああ、もう、いつかばつかだ。ほら、しっかり頑張れ。やばい。おお、絶対楽そう。よし、オッケー。雑。頼むから、平和するなよ。かっこよすぎる。うわー、かっこいい。惚れる男として。この仮面超かっこいい。どこで買ったの？おい、ダメ。そっか、どうも。ねえ、オンラインで買える？よし。ごめん、ユリ。悪いやつ捕まえたよ。ただ何なの？はしご持ってきた方がいいかも。あれ、もしかして。おい、マイルズ。カツラだ。え、これリリーさんだよね。そこのミーハー。え、やばい、遅刻だ。来ないの？あー、ごめん、父さんの式典で視聴者に行くんだよ。あー、そっか、おめでとうって言っといて。MJ、式典始まっちゃった。まだ準備中。今どこ？仕事でちょっとね、すぐ行くよ。諸君、またしてもマクドナルド・マック・ガーガン、別名スコーピオンからの虚偽の申し立てに対して自分を弁護しなきゃならんようだ。そう、自ら告白したことだが、私は奴がスーパーパワーと恐るべきスピードと、そしてあの醜いサイボーグの尻尾を手に入れた実験に出資した。なぜかって、町の脅威、スパイダーマンを倒す正義の味方を生み出すためだ。はぁ、あ、奴がイカれてるなんて知らなかった。履歴書に毒殺フェチのサイコパスなんて書いてなかったからな。奴の魂胆は見え見えだ。裁判で自分の罪の責任を私に押し付けて、ラフトとの刑期を短くするつもりだろう。このジェイ・ジョナ・ジェイムソンはそんなこと絶対に断じて許さん。ほら、あそこが入り口よ。正面で見てるわね。ずいぶん大勢集まってるな。まあ、奥さんか。心配ないわよ。最後にスピーチしたのは高校の時だぞ。しかも成績は C-。 もう、これを見たら先生も喜ぶわよ。ね、大丈夫だって。
スパイダーマン助けたんだよ。父さんもスーパーヒーローの仲間入り。スーパーヒーロー父さんはただ諦めが悪いだけさ。いい家族や。行きましょう。なんかめっちゃ悪いこと起きそうよ。ようこそ皆さん、オズボーン市長にご登壇いただく前に私からも一言。ニューヨークの街を支える模範的な市民の皆さんに心から感謝。ギャングの構想は一件落着。それでは市長にご登壇いただきましょう。ああ、まだやり残してることはあるけど。やり残し？ああ、コンソリデーテッド運送って会社のトラックが現場から逃げてさ、なんていうかこうすっきりしなくて、うん、式典終わったらお茶しながら考えてみる？ああ、うん。どうもありがとう、ジム。出た。君の見事なスピーチの後だとプレッシャーだな。ご存知の通り、デイビス巡査はヒーローです。やっぱりお茶じゃなくて夕飯を食べるっていうのはどう？君の家でさ、僕が作るよ。じゃなかったら変な気を使わなくていい場所で至って普通の食事でもする。プロの料理でね。彼の責務を超えた活躍とその素晴らしい勇気を称え、ジェファーソン・デイビス巡査にニューヨーク市警名誉勲章を市を代表して授与します。お電話です。今手が離せないんだがね。緊急のようで。わかった。おめでとう、巡査。ああ、感謝します、オズボーン市長。今日この勲章をいただけたのも我が妻リオと息子マイルズという愛する家族の支えがあったからです。もしもし。ずっとこの時のために生きてきた。誰だね。数日のうちに貴様の会社、この町、そして愛する者全てがこの世から消える。たとえ人々が泣きすがろうと、貴様にはもうどうすることもできない。誰だか知らんが、こういう脅迫は慣れっこなんだよ。何が望みかはっきり言ったらどうだ。貴様の苦しむ姿だ。ピーターしてんじゃない。
あ、ピーターしてんじゃない、母さん。え、どこ行くの、母さんのとこ行けばいいのこれ。え、うわ、やばい、あっちだ、どっちかな。うわ、やばいやばい、どっちから行くこれ。あ、この下か。もしかしてこの息子ブラックパンサーに変身する。母さん、母さん、え、マジ？急げ！どうしよう？手が滑る！おお！よかった！マイルズ！大丈夫？よくやったな、母さん。母さんは平気よ。怪我はしてない。僕は平気だよ。大丈夫。本当に平気？ええ、私は大丈夫。ああ、平気だから心配しないで。ねえ母さん、愛してるわ。父さん探してくるよ。ダメよ、マイルス、ダメ。行かないで。父さんは生きてる。見つけてみせる。どっから行くのよこれ。あ、こっちからか。いや、この状態で行ける？父さんは絶対に生きてる。やばい気がしかしない。あそこにいたのに。え？なんなんだよ。うわ。うわ、うわ。行く？これ行く？どこに行くつもりだ。うわ、やばい。ここか？こっちか？いや、ガラス散らばっとんねん、お前。やめろ。うわー、電光石火。あー、やばいわ、それは。全身残りほぐれちゃうわ。やばいやばい、ハンドルがぶら下がっとるやんけ。あ、やばい。いや、バレるだろ、これ。ちょっと待って。見つからないようにってどうやって行くの？あ、ここか。よし、まだダメだ。いけるかこれ。オッケーオッケーオッケー。やばい。大丈夫そうか。オッケーオッケーオッケー。あ！こいつら。こいつらマジで俺見えてないのか。やばい、カイジだ、カイジ。ああ危ない。あっ、お、石穴やんけこいつらの目。あそこにいたのに、助けないと。え、そこ、いや、どう考えても無理でしょ。え、これ見えてるの？おーいおーいおい、見えてねえのかよこれ。だ、嘘だろ嘘だろ。父さん待ってて。いや、そんなパイプで、いや、むちゃくちゃすぎる。そんな、待て、やめろ、やめろ、用は済んだ、行くぞ。え、うわ、やっぱりやん、やっぱりやん、絶対そうだと思ったわ。デーモン、父さん、デーモン、リーやん。いや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 、父さん、父さん、嘘だろ。え、死んだ？目を開けて、父さん、死なないで。you
そう。絶対この子心に闇抱えるやん。そしてブラックパンサーが生まれるのだった。ブラックパンサーはいいやつか。うわぁ、うわぁ、残念だったね。あなた誰？僕はピーター・パーカー。あの時視聴者にいて。なあ、初めて話すけど、でも君の気持ちはよくわかる。あ、いや、そう言いたかったんだろう。違う。それともいずれ時が癒してくれる？神様が見守っててくれるとか。そうじゃないんだ、僕はただ力になりたいだろ。ごめんなさいね、私も途方に暮れてて。何？マーティン・リーの捜査はもう始めた？いいえ、スパイダーマンの勘だけじゃ捜索は始められないって言ったでしょ。信じてよ、絶対あいつだって。だったら動かぬ証拠を見つけてちょうだい。動かぬ証拠ね、オーケー。いや、僕だよ。元気？何考えてたの？自分がヘマしたせいで、あの子は父親を亡くしたって。聞く耳持たないだろうけど、少し休んだら？警察はその後リーの手がかりを見つけたの？探してすらいないよ。ユリですら信じてくれない。なら私たちで探そう。少し調べてみたの。この住所に行って、このリサイクルセンターの経営権をマーティン・リーが去年購入してたの。そこに隠れてるってことかもね。フィーストにはいないし、リサイクルセンターにいなかったとしても居場所が分かる証拠があるかもしれない。ありがとう MJ、 後でまた連絡する。ああ、それからデーモンを事情聴取した刑事と話したんだけど、マーティン・リーには特殊な力があるって言ってた。人を闇に落とすって。闇に落とす？どういうこと？闇落ちた。マインドコントロールみたいなもの。人間の闇の部分を引き出して普段しないようなことをさせるって。ふん、現実離れしてない？壁の上走れる人がよく言う。なんだこのおっちゃん、ドッペルゲンガー？サイドミッション？事件発生？いや、違うんだ。ただ強盗から娘を救ってくれたお礼が言いたくて。ああ、それいつの話？たった今さ。え？たくさんありすぎて覚えてないってとこか。125丁目とパウエルの劇場だよ。今娘から聞いたんだ。ああ、そうだった。どういたしまして、無事でよかった。そこにいた記憶はないけど、ちょっと様子を確かめに行こう。よし、劇場と犯罪現場発見、状況確認しなきゃ。いいところを見逃した。助かったよスパイダーマン。まだ生きてる。とどめを刺すようなやつじゃないってことか。一安心だね。何？強盗倒してんじゃん。もう戻ってきたの？火事を見に行ったんじゃなかった？そう、今行くとこ。あ、どっちだっけ？さっきはあっちに行ったでしょ。南よ。どうも、 U ターンしなきゃ。誰かが僕のフリして。またカメレオンの仕業か。尻尾掴んでやる。火災の後だ。火はすぐに。戻ってきたの？さっきは火事から友達を救ってくれて。めっちゃいいやつやん。もう無理かと思った。どういたしまして。みんなの無事を確かめたいんだけどさ、煙でぼーっとしちゃって。僕がどっち行ったか覚えてる？さあ、友達を解放してて、多分あっちへ戻ったはずよ。どうも、お友達によろしく。ちゃんと人だけしてるよ。このスパイダーマンは人助けをしてる。
でもこんなの危険だよ。見つけなきゃ。偽物は何か残してないかな。どうスパイディ、あの消火器はどうした？なるほど、消火器か。どこにあるんだろう。え？消火器使ったのか。どんな抑制剤が入ってるんだろう。なるほど、あ、なるほど、そういう系か。これかな。おお、あったあった。あとどれだ。これか。ADP 一般的だし追跡も楽勝。火炎抑制剤か。レンズを調整して薬品の痕跡をしっかり辿っていけばスパイダーマン2号を見つけられるはず。みんな無事避難したはずだ。これか。あ、これだ。こんな痕跡を得るとか。あの男喧嘩したみたいだ。何か知ってるかも。おい、またかよ。全部話しただろう。取引場所は屋上だ。嘘じゃねえ。だよね。そっか。じゃあおとなしくしててね。間に合ってくれよ。僕のそっくりさん結構やるじゃん。ドラッグは置いてってる。やり方はまともじゃないけど正しいことをしようとしてる。あとは警察に任せよう。偽物スパイディは別の階段から降りたはず。あれだ。え？人気者だな。僕がだけどなんか変な気分。お安い御用ですよ。では失礼。また事件発生です。僕はあんな口調じゃないぞ。全然あんなんじゃない。話してやれ。はあ、そうかい。てめえの首取ったらフィスク様からでかいご褒美もらえるな。ああ、待ちたまえ。僕はスパイダーマンじゃないんだ。弱っ。死ねばそうじゃなくなるな。さっきどうやって強盗を倒したの。弱いのいじめ反対。弱え。情けねえ。さあ早く逃げて。勘違いされてるし。スパイダーマンでタックルもチャンスだぞ。嫌だね。腕は悪くない。体の黒帯で力道場で教えてるんだ。君の偉大さを何に伝えたくて。そんな格好してたら僕の敵が寄ってくるだろう。しかもたくさんいるんだぞ。見て、また来たよ。銃を持ってない奴は任せたよ。お前、あ、こいつ、このスパイダーマンが戦ってくれてる。ヤッホー。街を救いたいならフィーストってシェルターがあるんだ。そこでご主人の無料レッスンやったら絶対喜ばれるよ。いいね、確かに。ロケットランチャー隠れて、あとは僕がやる。ロケットラン、ロケランにめっちゃビビっとるやん。ハロー。やっとか。きつかった。よく平気だね。あざならあるよ。ねえ、立派な行いだけどこんなことしてたらいつか死ぬよ。あ、そうかもな。大丈夫、スーツはクローゼットの中。スパイダーマンも卒業。それがいい。それに正しい行いにコスチュームはいらない。それいいセリフだね。覚えとくよ。MJ の鑑定中、ここデーモンだらけだな。まずはこいつら倒して、調査はその後。オッケー、片付いた。厳重なロックだな。ここ銀行じゃなくてリサイクルセンターだろう。電源を見つけられれば開けられるかも。なるほどね。あ、これ回路をオーバーライドできそう。エレクトリックウェブだ。オッケー、うまくいったかも。でもまだ電気が足りないな。よし。やった。よし、何があるんだここ。絶対敵いるやんここ。これって、え、フィスクの武器庫にあった銃。おお、トラック爆弾。最悪。マジか。フィスクの建設現場にあった爆弾だ。ここに隠したのか。高性能の機材だらけだ。あとでこれリサイクルして自分の武器に使えるかも。これって奴らが狙ってる場所かな。おお、すごい。待てよ、これオズボーンさんの選挙事務所だ。これはめっちゃいい手がかりやん。ギャングの構想なんかじゃない。デーモンは市長を殺すためにフィスクから武器を盗んだんだ。ねえ、リーはいた？いや、でも君の言う通り、リーはここをデーモンの隠れ蓑にしてた。爆弾に銃の密輸。嘘でしょ。
奴らの計画はそれだけじゃない。今度はオズボーンの選挙事務所を襲う気だ。リーはオズボーンに何か恨みでもあるのかな。住所を見つけたよ。奴らの拠点だと思う。急げば奴らを止められるかも。気をつけて。ユリ、聞こえる？なんのよ、ボスにお説教されてて忙しいの。マーティン・リーとデーモンが攻撃を計画してる。今度はオズボーンの選挙事務所が標的。確かなのね。先週から間違った情報ばかりで。これは間違いない。リサイクルセンターの住所を送るよ。証拠は全てここにある。選挙事務所に避難するよう伝えておくわ。あーだー